はい、こんにちは。今日は頭のいいリーダーと、それから行動力のあるリーダーと、皆さんはどちらについていきたいかっていうことをですね、話していきたいと思います。まあ頭のいいっていう定義とか行動力のあるっていうですね、定義っていうのは後ほどお伝えをするんですけれども、まあ、これはですね、どちらかというと今現場で一生懸命頑張っている方とか、部活で言うなら1年生とか2年生の人たちというよりも、まあ、ちょっとしたそのリーダーにあるリーダーの立場ですね、役職がついてるとかですね、あるいは3年生の 部活生だったら、中高だったら3年生とか、あるいはリーダーじゃないキャプテンとか副キャプテンとかっていう方にですね、向けてお話をしていきたいと思います。まあ、僕自身もですね、キャプテンやったりとかコーチやったりとかって言って、やっぱり人を指導する立場とか引っ張ったりする立場っていうのがあったので、自分自身のですね、当時の経験っていうのを踏まえて、どちらかというとですね、これを見て戒めだなってなんていうふうに思ったんですけどね、僕はあまりいいリーダーじゃなかったななんていうふうに反省するところがあるんですけど、まあ、それは最後に話すとして、まあ、どちらの方がついていきやすいリーダーだと思われているかっていうことを今日はお話ししていきます。で、頭のいいっていう定義は何かっていうと、まあ、例えば仕事のプロジェクトっていうことで考えてもらったら、きちんと計画を立てて、その計画を日数とか、あるいは売上利益とかっていうところに対しての数字をきちんと重視して考えて、であまり間違えないリーダー、要は計画通りにしっかりと実行することもできるし、自分のプランだったらそういうのをきちんとこなすことができるという、まあ、リーダーですね。頭のいいリーダー、それから行動力のあるリーダーっていうのは、計画をもう最小限に抑えて、どちらかというと率先して自分でやっていって、で直感的に判断をして、まあ、結構間違えるんですけど、その間違いに対してきちんと修正を行うこともできるリーダーっていうのが行動力のあるリーダーですね。だから頭のいいリーダーっていうのは、誰に何をさせるかっていうのが得意で、で行動力のあるリーダーっていうのは自分がとにかくやっていくっていうタイプなんですね。で結果成果ですね、売上とか利益とか納期とかっていうレベルは同じだというふうに捉えてください。要はそのやり方っていうのが頭のいいタイプなのか、行動力のあるタイプなのかっていう違いがあると。で、結果どっちのリーダーについていきたいと思われやすいかっていうと、こっちですね。どちらですか、どちらだと覚えてますか。そう、行動力のあるリーダーの方についていきたいと思われたんですよね。で、まず頭のいいリーダーになんであまりついていきたくないかって思われてるかっていうと、まずはですね、頭がいいんで、結局人に指示出せるってことは自分もできるっていうふうに思われてますから、現場の人たちからしたら自分はあまり必要とされてないんじゃないかなって思われやすいと。で、それから指示ばっかり出してるんで、一緒に苦労してくれなさそうと、何か聞いた時に、あ、これはこうやったらいいからっていう形で投げられてしまって、いや分かった、じゃあ一緒にやろうっていうふうに言ってくれないっていう、まあ、ちょっとしたその寂しさっていうのがあったりとか、それからですね、数字ばっかり追いかけてて努力っていうのを一切見てくれないから、まあ、ビジネスどちらかというと結果重視で見られますから、それは致し方ないところあるかもしれないですけど、やっぱり面白みがないということで、まあ、この3つですねが特な主な理由として、頭のいいリーダーっていうのはちょっとついていきたいな、ついていきにくいなっていうふうに思われやすいと。一方で行動力のあるリーダーの方が、そのグラフ化すると圧倒的についていきたいなっていう風に思われる傾向が高かったんですが、その中でも行動力のあるリーダーっていうのを支持した人たちっていうのが、特に仕事のできる人たちだったんですよ。意味わかります？だから A という、例えば A 課長という人がいて、 B、C、D っていうのがいて、でそのうち行動力のある、人を、この行動力のある A 課長を支持しているっていうのは、よくいい成績を残すことのできる B さんの方が、しっかりと指示をしてくれたんですよね。で、これは何でかっていうと、仮に A 課長が間違えたとしても、 B 自身が、きちんと修正をすることができるからなんですよね。だからむしろ間違えてくれた方が、自分たちがきちんとサポートに入って A 課長と一緒に仕事している感っていうのを感じることができるから、全然それで問題ないですよと。それからやっぱり挑戦はつきものっていう、仕事で生きる人ほど思ったりとか、あるいは間違える人の方がなんか完璧にできる人よりも信頼ができると、ちょっとまあ人間味を感じやすいからっていうところがあったんですよね。一方で A 課長の行動力に対して、いやなんかちょっと、いやこの人のやり方ついていきにくいっすわっていう人は、どういうことかっていうと、やっぱり間違えれば間違えるほど無駄が増えるからなんですよね。で、仕事ができない人っていうのは、その無駄っていうのは、ただでさえ自分の仕事が忙しいのに、なんで上司の尻拭いを部下である私がやらなくちゃいけないんだくらいに思って、やっぱり
無駄が増えることに対してのマイナスっていうのを感じて、ちょっと行動力だけの人は嫌だなって思ったりとかっていう傾向があったりとか、あるいはですね、自分よりできる人でないとリーダーってやっぱ認められなかったりっていうのが、まあ、人の差がであるのかなって。やっぱり上の人たち、特に社長、専務、部長とかって降りてくるときに、自分よりも優秀で秀でてる人じゃないとなかなかこう尊敬をしたりとかですね、ついていこうというふうに思ったりってなかなかできないと思うんですけど、まあそういう人たちがいたりもしたりというような傾向がありました。で、結論を言うと、さっきの行動力ある人の方がはるかについていきたいと思われるリーダーの素質ではあったんですけれども、結局は両方が備わっていることが大事ではあるんですけれども、自分が何よりも模範としてお手本として動いていくっていうことの方がやっぱり圧倒的に大事だというふうに思われる傾向がありました。で、もう一つ大事なのがやっぱり人間性っていうところで、行動しました、で仮に間違えたとします。そうなった時に何が間違ってたの、自分の、仕事に対しての向き合い方だったのか、それとも業務内容なのか、立てた計画の内容なのかっていう、あらゆるところにミスがあると思うんですけど、そのミスに対して自分がすぐに認めて、あ、間違ってた、申し訳ないと、なんかこれをすぐに修正するから、こういうふうにちょっとリカバリーをお願いできないかっていうふうにきちんと非を認めて謝ることができるっていう人間性を備わっている人っていうのが、やっぱり、支持されやすいと、ついていきたいなって思われやすいリーダーであったと。で、そういうのを加味した時、そういうなんていうんですかね、ついていきたいなって思われるリーダーの、傾向っていうのを見た時に、やっぱり頭でっかち、頭がいい人っていうよりも行動力のあるリーダーの方がそういう傾向が高かったから、今回こういう結果になっていますというところなんですよね。はい。で、ところが例外もあって、何の例外かっていうと、これが僕の例なんですよ。僕はどちらかというとですね、人に当然バーっていうのは言ったりするんですけど、どちらかというと自分も一生懸命そのバスケットボールやってた時に、一番きついフットワークでも、一番自分が力入れてやったりとかして、フットワークでも自分が一番一生懸命やったりとか、あるいは朝練でも、誰よりも早く来て、シューティングを始めたりとか、誰よりも遅く帰ってシューティングをやってたりとかっていう風に、いろいろその行動面では見せたりはしてたんですけど、やっぱりたまに自分もミスするんですよ。練習のやり方間違ったりとか、言ったことが間違ってたりとかってするんですけど、それを副キャプテンとか周りのその同級生下級生が指摘した時に、うるせえ黙れみたいな感じの態度を取ってしまったんですよ。これは良くないリーダー像ですからね。これをやったがゆえに、僕は残念ながら今バスケ部関係で10年とか15年経った中で、いまだにつながりのあるっていう人たちはもうほぼいないと言ってもいいくらい、やっぱりそれだけ支持されないリーダーになってしまったっていうところですから、行動力だけあっても仕方がないんですよ。かといって頭でっかちはより嫌われると。で、行動力だけあっても自分の非を認めない人はダメなので、行動力もあり、かつきちんと人間性の部分ですね、特に、まあ、自分が間違ったって思った時にきちんと謝れるかどうか、修正をできるかどうか、その人たちをフォローすることができるかどうか、これが大事になってきますんで、行動力を身につけて、かつですね、過ちを認めることができる人間性っていうところ、この2つを特に備えてですね、ぜひリーダーを目指している方、あるいはリーダーである方ですね、意識していただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。